そういったようなところでもなされているのではないかと思うんですけれども、まあ、そういった時代になってきているのではないか、そういったことをもう少し考えてみてもいいのではないかというふうに思うわけです。そこがこの時代に社会に唯一適応してないところではないかなというふうに思います。ご質問いただきありがとうございます。明確な答えは用意はしていないんですけれども、まあ、その、査読を得て出版をして、そのことによって、まあ、業績が得られるというこのサイクルは、実は過去300年に変わっていないと思うんですね。で、この変わっていないというところに目をつけて、研究データの公開だけでは、研究者の方々はそれに乗っかってこないので、じゃあ、この研究データ公開をそのもともとある伝統的なシステムに乗っけることによってインセンティブを高めるということが最適データの裏にある一つのアイデアだと思うんですね。なので、まあ、逆説的ではあるんですけれども、まあ、オープンサイエンスとか、まあ、データの公開とか、まあ、自己査読とかいろんな人の目に触れるということで、もちろんその研究の性質はどんどん変わっていくとは思うんですけれども、まあ、どうしてもその論文書いて評価されてで職が得られるというシステムの体系自体はなかなか変わらないんじゃないかなというのは、まあ、私の視点ですが、そのようにお答えしておきます。答えます。ありがとうございました。それではお時間になりましたので質疑応答を終了します。